常に戦争というものは我々植民地である日本においても心配しておかなければならない。この21世紀の流れも20世紀と同じような流れが続くであろうと。20世紀の流れというのは第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争、イラン・イラク戦争、イラク戦争、湾岸戦争、そしてシリア内戦というような形、これはなぜ行われてるんだと。特にイラン・イラク戦争、この前はイデオロギー、共産主義対資本主義という代理戦争を朝鮮半島とベトナムにおいて行われておった。中東があり、イラン・イラクがある。特にイラン・イラクというのは分かりにくい原因があるわけだけど、世間ではアラブ人対ペルシャ人という民族的対立は歴史的背景としてあったと、これは事実である。ペルシャとアラブの戦いというのは歴史的戦争はあった。しかし当時いわゆるアラブ人がペルシャ人を憎んでたか、ペルシャ人がアラブ人を憎んでおったか、特にイラン人がイラク人を憎んでおったか、イラク人がイラン人を憎んでおったか、イラン人イラク人というよりもイスラム教におけるシーア派対スニ派、この宗教の派閥の対立の方は事実あったわけで、国と国の問題じゃない。これはサウジアラビアはスニー派であり、イランはシーア派である。イラクにおいてはシーア派が南部であり、北部はスニー派である。まあ、こういうものに対する対立がイランとイラクの戦争には結びつかないわけであって、いわゆるこの民族、ペルシャ民族、アラブ民族だとこういう言い方をしておるわけだけども、これもでっち上げた理由であり事実とは違う。事実はやはりオイルショックがあった時代ですから、オイルショックによって70年後半には莫大な金がアラブにたまった。その莫大なアラブは、アラブの国々はそのドルをヨーロッパおよびアメリカのマーケットで買い物をしたと。この成金の野郎が金の暴力だと見て取った、いわゆる元の宗主国だ、元奴隷だが、奴隷の野郎が油で金も持って、その金で俺たちの白人のほっぺたを引っ張ってくのかと、許さねえと。この金を取り上げるというのは、まあ6000億ドルぐらいの金があったわけでしょう、その油で貯めた金が。どうしても取り上げなきゃいかんということで考えた、それにできたのがイランとイラク戦争である。だからペルシャ対アラブの戦いでも、スニ派対シーア派でもない。経済格差を是正するための経済格差是正戦争、アラブにドルがたまりすぎた、その経済格差を抜き取ろうという、このために戦争が必要であったということです。まあそういうふうにですね、
10年に1回ずつは必ず軍産複合体の戦争プランニングが行われ、マッチメイクが行われる。今21世紀である。そして、アラブの春以後のアラブにおける内紛戦争、特にシリアが行われている。もうぼちぼち終わるで、終わるでしょう。 IS がへっこんで、次はどこだろうと。もうこれから永久にないということは絶対にありえないから、必ず起こる。これは軍産複合体のベルトコンベアの流れを止めることができないから。作りまくる兵器がどっかのマーケットで消化されなきゃいけない。消費者を作らなきゃいけない。そこの消費者を、次はどこを狙ってくるだろうかと。どこのマーケットを狙ってくるだろうかと。私はどの角度から見てもこれは中国ではない、ロシアでもない、もちろんアメリカでもない、 NATO の EU でもない。もう今まで 中東は戦争が一応終わったと。とならどこだ、アジアじゃないの。これアフリカ、南米、中米はやらないですよ。金がないからできない。だから金のあるところしか戦争は起こらない。経済が武器を買うための資金源になるわけですから、その資金源が武器を買うわけです。その資金があるところはどこだと。まあいわば日本の内部留保でしょう。企業にたまってる、これは400兆と思います。そしてまだ特別会計には金が残ってるはずだと。中央競馬会とかいろんなとこ調べてんな。もう彼らは軍産複合体および CIA その他は、入港と帝国は日本の金を全部根こそぎ吸い上げてやろうという企みがないはずがない。そうなれば弱肉強食で、この弱い羊のように見える日本が500兆円の内部留保だとか、特別会計による余剰金の500兆円、こういうものが弱肉強食社会で必ず弱い日本が犠牲になる、殺される、金だけ取られる。今までも貯めたいろんな金は銀行、農協、郵政、国民年金を取りまくってる。まだ残ってるんだと、日本の野郎は。彼らは日本人のことを安倍も含めて刺身刺身と言ってる。刺身にはまだ金があるぞと、トロがあるぞと。刺身には刺身でもトロを食べちゃうと、思うメイドインジャパンのトロを食べようと。刺身には金がある。昔はジャップでジャップの野郎と。彼らはジェントルマンぶってるが、裏へも潜れば皆マフィアですから、もう窃盗団ですから。弱肉強食、弱いものから金をむしり取る、金を吸い上げるマフィアですから。これはニクソンだって表は弁護士で大統領だって言っても、おいジャップから金吸い上げてこい、何せいって、こういう命令を下すわけ。トランプでも、安倍は来た、ゴルフさせちゃった、喜んだ。おい、あの刺身から、ハマチと言ってるんで、安倍のこと、ハマチ。それも天然ハマチ、養殖ハマチと言ってる。
あの養殖ハマチの阿部からゴルフで喜んでる間にドーンと51兆円取ったぞとトランプは自慢してるわけよ。刺身を食ったぞと言って自慢してるわけ。それを日本のバカどもは、日米関係は最高に友好的で、安倍総理はトランプをこれからコントロールするだろうと、もう逆にコントロールされてるや、刺身が。刺身と言われて、刺身と言われて気づいてない。私ならもし刺身と言ったら、ほらちょっと待てと、誰に言うとんねんお前はと、どれだけの我々はお前らのアメリカ米国債を買ってお前たちを助けたのかと、アメリカのデフォルトを助けたのは日本国民、日本の国だぞと、まあ植民地だけども、その植民地であろうがなかろうが、どんどん今まで助けた人間に対して、もう一回言ってみるところだとこう言いますよ、私なら。刺身とは何事だと。ぶん殴るぞと。それぐらいのこと言わないと、アングロサクソンたちは気づかない。かつて私も若い頃に、海外へ行って、オーストラリアでわしは牧場を持ってたんだ、シドニーの。これ20分飛行機で飛んだところに。ブルーマウンティンを越えたところに、オベロン地区というところに、1000万坪ぐらいの牧場を持ってたわけ。牛も俺は羊もおったわけ。飛行場もあったんだ。ゲストハウスもあった。そこで、従業員たちが給料上げろ給料上げろって言うから、もうそのよそさん並みの給料払ってるし、前回もお前たちには上げてやったのに、もう一回また上げろとは何事かとって、私が牧道頭に言ったら、いや実は私たちの息子がこの地域の学校行って、皆からいじめられるんですよと。だから息子にはもうちょっといい靴も、いい服も着せてやりたいと。なぜいじめられとんだお前の息子はと言った時に、彼は言ったことは、お前の親父は日本人に使われてる。日本人の牧場で働いてるからだとこう言った。私は何この野郎と、もう一回言ってみろとこの野郎と、これは俺が買った牧場だと、私は当時二松祝いから買った、二松祝いの野郎から、それで私はそいつをバーンとぶん殴っちゃった。すぐ指名手配、暴力行為で指名手配して、急遽シドニーからシンガポールへ僕は逃げた苦い経験があるわけ。それはずっとやはり白豪主義という、俺たちは白人社会だと。偉そうなことは白人だ白人だ言っても、250年前はアボリジンがおった、我々アジア民族がおったアボリジンだよ、これ黒人だよ。そこへ大英帝国の犯罪者が流れてきて、そしてどん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 白人が増えて、伝染病でみんな現地人を殺して、そして白人社会を作ったのが今のオーストラリアじゃないのかと。まあそれはそういえばアメリカ大陸、中米、南米大陸も全部黄色人種ですよ。元は500年以前はアメリカインディアン、カリブインディアン、マヤ族、インカ族、全部これ白人じゃないんですよ、アジア人ですよ。
黄色人種なんだ。これをコロンブスがドミニカへ来て、サントドミンゴから、それでスペインの提督をサントドミンゴに作って、アメリカ大陸へどんどん人を送り込んだんだろう。そして彼らはもちろんインディアンをどん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 殺していったわけです。伝染病で。だから彼らの手口はみんな武器を先に持ったから、武器を持っていないいわゆる民族を、土人を殺すと。武器で殺し、絶滅するには伝染病がいいという、菌をばらまくわけだ、菌を。今は彼らはまだエボラだとか、ね、いろんなそういう菌をどん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 作って、70億の人口を、まあ、最終的には10億ぐらいへ戻そうと、200年前の人口にしてしまおうという計画もあるわけ。まあまあそういうことでですね、やはりこの21世紀においても戦略は戦争に備えるという意味で、国と国民を守るための戦略というものは持ってなきゃいけない。国が持たなきゃいけないが、同時に国民もそれを頭で描いておかなきゃいけない。国民が戦う気を持ってなければいけないということです。これが弱肉強食の中で常に犠牲に立たされるのは弱い国である。それが強い国になっておけば、その餌にはならない、食われないということ。我が国の国家戦略にはその抑止力が著しく欠けている。だからサイバー、そして電磁波の先端技術で相手の核爆弾、核貯蔵をこの爆破するという、これぐらいのものを日本人が開発すれば弱いものではなくなるから、たとえ植民地であっても強くなれば恐竜は食いに来ない、必ず立ち向かうことができる。それは戦う意志である。ジャングルで野生の弱肉強食でもライオン、トラがシマウマを食べるわけ、シマウマやら牛を。しかし子供を産んだシマウマ、子供を産んだ牛は、ライオンが来てもヒョウが来ても必死に子供を守るために、いわゆるライオンに立ち向かう、そしてシマウマに立ち向かう。ライオンだってシマウマに追われて逃げている場合がある。だから弱肉強食は動物の本能で戦えば、その本能は身を守るという本能です。このシマウマは自分の子供を守るために向かっていくわけです。戦うわけです。だからヒョウが逃げるわけです。ライオンが逃げるわけです。シマウマに追われているわけです。弱肉強食は逆転する場合がある。それは弱い者が本気で戦う気持ちを持つということです。それを持たさないようにするのが戦後71年の GHQ 教育なんです。
それを各歴代文部大臣は御所大臣にそれを守り抜く教育カリキュラムを組んで、いわゆる日教組と癒着しているわけだ、文部省は。だから歴代大臣は、まあ中途半端な立場で、日教組との調整機関のようになって、御所大臣に国民虐待化、いわゆるこの国民虐待化の一億総白地教育を一生懸命守ってきよったということです。国家戦略なき状態、これを克服しなければならない。でないと国は国民は殺され食べられるということです。日本はユーロシアの一員であると。